これね、グーの03なんですけれども、設定項目をざっと見てみたいと思います。当たり前の項目はさっと流しちゃいますね。Wi-Fi と、今ちょっとオフにしてますけど、オンにしてみますか。なってますよと。Bluetooth だと。Bluetooth は、SIM カード。これデュアル SIM モデルなので、こういうふうに2つありますよと。データ使用量ね、こういうやつだと。もっと見る。機内モード、デフォルト SMS アプリ、テザリングの設定、テザリングだね。USB テザリング、Wi-Fi テザリング、Bluetooth テザリングできるよと。で、VPN。VPN ね。で、モバイルネットワークと。今、SIM カード入れてないから選べないんだね。特別変わったところは何もない感じだね。で、こっち、ホーム。これは、ホームアプリを選択する画面と。このトータルランチャー今入れちゃってるから2つ出てきてますけど、こっちのランチャーがデフォルトのランチャーです。ディスプレイ。明るさのレベル。ああ、そういうことね。明るさのレベル、明るさの自動調整。間色ボタンの背面光。間色ボタンってこれのことだね。これを何？光らせるか光らせないか。ああ、そういうことができるんだ。この状態で普通は明るくなるよと。なんだけれども、光らせないっていうふうにすると、光るよ。あれ？光るじゃん。そういう話じゃなくて、ここで手動でこういうふうにランプを光らせることができるってだけの話か。試験のため？よくわからない。ブレスライト。これはですね、今ね、充電中なんだけれども、明かりはついてないよね。なんだけれども、こういうふうに電源をオフした時に、こういうふうに、ここのホームのボタンが、ゆっくり点滅するよと。ね、こういうふうに。同様に、イベントをミスした時とか、バッテリー残量が少なくなった時にも、同じように、ゆっくり点滅するよという設定ができるんだね。壁紙の選択だと、ギャラリー、フォト、ライブ、壁紙から選択できるよと。スクリーン効果。なんだろう、これ。ん？あ、こういうふうに、色味が変わるよって話なの？そうなんだ。スリープ。ですね。スクリーンセーバー。フォントサイズ。大きさを変更できるよと。端末が回転したときに、回転させるか、現在の向きを維持するかと。で、画面のキャスト。こういう機能もあるんだ。音声と通知。そういうことね。メディアの、それぞれの音量設定と、Hi-Fi？ 何これ。イヤーピースが挿入された時のみ使用可能ですと。なんかイコライザーの機能なんだね。きっと。着信時もバイブレートオン。割り込み。ああ、こういうふうに割り込みが設定できるんだ。優先的な割り込み？これ。よくわかんない。いろいろ設定ができるみたい。で、着信音をいろいろ選べるよと。なんだね。それで、これ何？サブ1、サブ2って何？これ、SIM1、SIM2 の意味かな？いや、違うな。よくわからん。着信音、デフォルトの通知音。その他の音。それぞれの操作の時の音を出すか出さないかっていうのを設定できるよと。で、端末が6
ックされているときに、すべての通知内容を表示するか、すべての通知を表示しないかというのを設定するところだ。アプリの通知、なんだこれ。なるほど。アプリごとの通知をするかしないかだね。通知へのアクセス。これよくわかんないんだよな。なんだろうね、これね。これで音声と通知終わり。独自なのはここかな？は、Hi-Fi と、あとは、他と違うのってないかな。特別ないよね。次、ジェスチャー&モーション。いろいろできるんだね。これはまたちょっと盛りだくさんだな。この辺はちょっと説明し出すと長くなるんで、これは別の動画でやった方がいいかな。一応こういうふうに画面だけ舐めてみますね。自動発信。自動音ね。ポケットモード。フリップミュート。着信があった場合、もしくはアラームやタイマーが起動された場合の携帯ガシ。これってさ、これってあれ？どっかなかったっけ？これと違うの？これと違うんだ。これは、こういうふうに、液晶画面に向かって何かすることによって消音できるんだけれども、こっちの、これは、端末をこういうふうに裏返しておくことによってミュートできるよという違いなんだ。で、自動カメラなんだこれ。画面オフモードで携帯を水平状態にして2秒上向きのまま置きます。速やかに携帯を横向きにして持ち上げます。2秒以上音量長いよ。何これ。画面表示してカメラアプリ立ち上げた方がよほど簡単だと思うんだけど。自動ミラー。画面オフモード。あら、これまた長いね。そうなの？ジェスチャーとモーションはいろいろあるんだね。で、カスタムボトムキーいきます。これは、ここの3つのボタンの機能をどういう配置にするかと。こっちデフォルトなんだけれども、これがギャラクシーの配列だよね。だけど他のスマホって結構こっちの配列が多いので、そっちに慣れてるならばこっちにできるよという話だね。じゃあ次、ストレージ。これはもう当たり前のやつなんで省略。電池、これも当たり前のやつ。アプリ、これも当たり前のやつ。PC に接続。こんだけ選べるのって逆に珍しいな。 レザーケースモード。専用のレザーケースを使った時にミニ画面モードを起動することができますよと。位置情報、これ当たり前のやつ。セキュリティ、いつものやつだね。アカウント、当たり前のやつ。言語と日本語、当たり前のやつ。バックアップとリセット、初期化、いつものやつ。日付と時刻、いつものやつ。ユーザー補助。さあ、ここがだね。このトータルランチャーって何なんだろう。これよくわかんない。だけどなんかこういう設定があります。で、拡大操作。トリプルタップして拡大縮小できるよと。トリプルタップ、こういうふうに拡大できるよと。どうするんだっけ？もう一回？こうか。もう一回トリプルタップすると元に戻るよと。次、大きい文字サイズ。こういうのもできるよと。高コントラストテキスト、試験運用って書いてあるけど、これなんだかよくわかんないっす。この意味だけを解説すれば、テキストのコントラストを高くして読みやすくするっていう機能みたいなんだけど、どういうふうに変わるのか、そんなに、なるほど。ここの灰色のところが黒くなるね。そういう微妙な色を使わないようにするっていう話なのかな。へえ。
電源ボタンで通話を終了。ああ、こういうことね。こういうこともできるよと。画面の自動回転、パスワードの音声出力、ユーザー補助のショートカット。ユーザー補助のショートカットってなんだっけ、これ。これあれだ。これはよくありがちなやつだね。なので省略させていただきます。テキスト読み上げの出力を押し続ける時間。これを長めにすると、あんま変わってないか。あ、変わってるね。ここの押し続ける時間ね。次。ディスプレイ色反転。こうだと。こうだと。こういう風になるよと。色補正ですよと。こういうのがあるんだ。よくわかんないけど、オンにするとどうなるんだ？こういうふうになるんだ。第二色弱、第一色弱、第三色弱っていうのがあるんだ。知らなかった。はい。で、ユーザー補助終わり。結構ユーザー補助充実してるね。で、印刷、サービスはありませんと。端末情報、Android バージョン5.0.2。これで終わりかな。全体的な感想としてはね、結構いいな、いいなっちゅうか、結構充実してるね、設定項目ね。ハイエンドなスマホにも負けないぐらいの細かい設定ができるな。特にユーザー補助のところとか、あと何？こういうレザーケースモードとかもあるしね。あとジェスチャー、モーション。これもかなりいろいろサポートしてるしさ。ちょっと意外なほど充実してる感じですね。